声もちょっと回ってますかね。チェンチューコンツーツ。なんか映画を一本見終わった後なんで、俺もなんかぼーっとしてるんですね。ちょっとぼーっとしてますね。なんか杉岡君がこの大輝君のこの映画を僕は広島のデモの時に撮られてたのも知らなかったし。まあ、デモのね、執念取り囲んでわーわー言ってる最前列3列目ぐらいで僕もいたんですけど、そこの有志は取ってくれなかったいろいろ構成がね、あるんだろうね。そう、でもなんか初めの44日間、玉岡が止まるまでの44日間って何だったんだろうなっていうのが、僕も今これを見ながら改めて、なんだろうな、相変わらず何とも言えない空気でしたね。あれはこの映画は楽しい映画でも悲しい映画でも何でもないです。非常にアニュイなとこにあのアニュイな時間をただ切り取って、多分その結論というのはこれから僕らが示していくことだと思うんですけどね。今日はどの曲を歌おうかって1曲だけ歌ってくれって言われたんで、どの曲歌おうかなと思ってたんですけど、まさに自分が沖縄へ娘を連れて避難して、前の奥さんと暫定家族を結成して、とにかく子供を守ろうと。で、社会全般の通念としては放射能に対する知識と意識が全くやっぱり欠如している中で、みんな重大な判断を迫られていて、で僕はもう体力も財力もそこ2年ぐらいまでに至る、なんかこう原発に反対する運動を取材したり参加したりとか、なんかそういうことに結構かまけてたんで、妙な切迫感があったんですよ。こういうことが起きるんじゃないかって。で、電力会社のおっさんだと交渉とかするとすればするほど、こいつら危ないわっていうのが本当に純粋な意見感想だったんです。こんな人らに原発任したらほんま危ないわっていう、そういう感覚がありましたね。ことが起きた時、彼らがこれからどうことを隠蔽するかっていうことも散々反対派の間でずっと議論してきたことだったんで、で必死の形相で逃げ切って後ろ振り返ったらほとんど誰もついてきてなかったですね。社会あたかも逃げた奴らが悪いかのような意見の方が強かったですね。で、その一言一言を僕にぶつけてきたいろんな友人たちもいっぱいいました。みんなテンパってましたからね。からみんなテンパってたから誰も悪気はないんだけど、やっぱりすごい集中崩壊に傷ついたし、だからやっぱあの時の自分の顔を見るとやっぱすごい傷ついてますし、今のが全然楽しい。アルバムもできたし、でなんかこの映画に少し報われるのは、多分正論を貫いた人の方がおかしい人になってしまったんですよ。そしていろんなシーンの中で、その今言わなきゃいけないことを言ってる人たちをよそに尻目に、また元へ戻ろうとしていく社会の圧倒的な力、それが多分通り過ぎていく群衆であったり、走り去っていく車の群れだったりすると思うんですけど、そこにものすごい非力感と孤独感をやっぱあの時も感じたなと思います。ただあれから1年経って、あの時本当は浜辺駅止まるのすら夢みたいな話だったんですけどね、気がつきゃ全部止まりまして、まあ、再稼働するかどうかっていうことでまだまだ予断は許さない状況なんですけど、であの時にこう自分は何を歌ったらいいかがよくわからなかったですね。逃げろって言いたいんだけど、まあ、東北の方へあの後あの映像の後ですね、いわきの方に炊き出しに行ったりもして、逃げられなかった人たち、残りたいと思っている人たちと接するうちに、無限にそれをなんていうか逃げろが降り立てることもやっぱりできなくなっていって、
で必死に自分の思いを今僕はバンドのメンバーも全員やっぱり各々違う判断をしたんですよね。だからバンドの心ももうバラバラになってしまうんじゃないかなと思ったし、そういう中で全員にとって響く言葉は何なのかっていうことをすごく4月5月考えながら、まあ、できることはやっぱ音楽を作ることだったんで、こんな時代なんです。だからそれは体でも心でもいいんですけど、やっぱり自由でいた方がいいと思います。で、明日が先祖の300回忌で自分が当主だっていうようなやつがやっぱり逃げれるわけないんですよね。逃げるんだったら百何十人一族老頭全員連れて行かなきゃいけない、そういうやつなんかもやっぱ友達にはいまして、だから全てのスタンスをリスペクトした上でどこで一つになれるかを僕ら今探してんだと思います。で、この映画っていうのはもうあの時の話で、ある一定の決着を見てるんですけれども、原爆については。ただやっぱりこれから内部被爆っていう問題が、多分ここにいる人の多少意識がある人たちだと思いますけど、僕は東京でもこのままいったらえらいことになると思ってます。これすらもまだ声を大にしにくい状況が今はびこってますけど、やっぱりこれだけは言い続けないといけないなと思ってます。都市人口の3割ぐらいはやっぱり実際問題に減る必要があると思うし、じゃあこの原発事故をきっかけにね、みんな地方に帰っていったらいいと思いますよ。空いてる土地もいっぱいあるし、これは僕の独断意見ですけどね、反応もいっぱい終わりでしょうけれども、すでに友達が一人吉祥寺の病院で急性白血病で入院してます。20代ですね。それからまあどことはちょっと言えないんですけど、南東北のとある町で原発作業員やってる友達の奥さんが先日心筋梗塞で倒れて、それも20代ですね。原発起きてから2回流産して心筋梗塞で倒れて、血を測ったら、まあ、余命いくばく白血量っていうことで、そういうことがまあ僕の周りでも起きたんですけど、急性白血病なんて10万人や100万人に1人の病気なんですよね。これが事実だなと思うから、そこを受け止めた上でどう克服するかが覚悟だと思ってるんで、結構いろんな解決策を勉強しまくってね、そういうのも全部いろいろ自分の中で確たるこれはいけるっていう解決策がいくつかあるんですよ。放射能に立てる体を作る、おいおい発信していこうかなと思ってます。この国が平和だと誰が決めた、人の涙も乾かぬうちにアメリカも傘を敷いた、夢を見回した、民を見捨てた戦を果てに青いお月様が泣いております。忘れられない人がおります。愛を植えましょうこの島に、場所まで
開いた完成の終わりなき旅路の始まりだよ。
ありがとうございました。